小田原地震は神奈川県西部の小田原市周辺で発生する地震である。フィリピン海プレートの一部にあたる伊豆半島と日本列島のプレートとが衝突して沈み込めないため、小田原市周辺では地震が発生しやすいと考えられている。過去に数回発生しており、再来周期はほぼ73年である。 小田原市周辺で過去に発生した主な地震としては、関栄小田原地震、慶安小田原地震、天明小田原地震、河栄小田原地震などが挙げられる。1645年、1647年、1870年にも発生したとされているが、いずれも小被害である。さらにこれらの地震に、相模トラフ沿いで発生した元禄地震及び、 関東地震を加えると、平均で70年程度の周期で地震が起きていることになる。本記事では、江戸時代の地震においては、発生時の言語を監視区別している。関永10年1月21日に発生。マグニチュード7.1から7.2。小田原で最も強く揺れ、小田原城やぐら、門平などに被害が出た。民家倒壊も多く。 150人が死により死亡。箱根で山崩れが起こる。海に近い熱海や網代で津波の被害が出た。震源地慶安元年4月22日に発生。マグニチュードは7.0程度。小田原城破損。死者1人。箱根で落石。寮内で海家が多かった。天明2年7月15日。マグニチュード7.0程度。 月始めより前進あり、被害は大きく、小田原城の矢倉、石垣に被害が出る。民家は、約1000個が倒壊し、江戸でも死者。箱根山、大山、富士山で山崩れが発生した。熱海で津波があったとの記録がある。なお、宇佐美達おらは、震源は、足柄平野にあり、小田原地震には該当しないとの見解もある。一方、辻義信は、 震源域は海底下まで伸びていたとしている。海影6年2月2日。マグニチュード6.7程度。推定されている各地の震度は、6から7が、小田原、塚原、金子、6が、深川、中沼、関本、山田、矢倉沢、西条寺、高尾、五郷から6が、河村、中日向き、宿毛川、千石源で、 江戸でも震度4から5程度の揺れであったとみられている。本震は午前10時過ぎ頃に発生し、10分から15分の間に2度の地震が起こったと考えられている。本震後も余震が続いたが、翌日夕方4時頃に最大余震があり、さらに被害が出た。最も強く揺れた小田原では、天守の瓦や壁が落ち、小田原城三の丸の藩校修正館が倒壊した。 全壊した家は1032戸、半壊した家は2477戸、被害が出た家は544戸。死者も24人出た。箱根、根深川関所にも被害が出た。箱根など341箇所で山崩れが起こり、真鶴にも被害を与えた。真鶴港では津波による引き波が見られたが被害はなかった。 江戸城でも大手門の渡りあぐらないの壁がすべて落ちた。東海道は道路や関所などが被災したため一週間ほど通行不能となった。各地の震度は以下の通り。2007年10月1日午前2時21分に神奈川県西部を震源とする M4.9 の地震が発生した。神奈川県箱根町で震度5強を観測した。気象庁は 神奈川県西部の地震と呼称している。それほど規模は大きくない地震だったが、震源が比較的浅かったため、震源付近では大きな揺れが観測された。震度5強という強い揺れではあったが、大きな被害は発生しなかった。また、この地震は、緊急地震速報の一般向け提供が始まる、約6時間前に発生した。 関東地方で発生した大きな地震であっため、テレビ局は各局で臨時ニュースを放送した。小田原市では地震によって病院のエレベーターが停止した。鉄道等が運転を見合わせるといった事態は起こらなかった上、道路に関しても一部の区間等で少しの間通行が規制された程度で原子力発電所にも影響はなかった。 震度4以上の地域は以下の通り、神奈川県湯河原町や真鶴町では一部で震度5弱を観測したと推定されている。ありがとうございます。